これがいわゆる古事記の文章の中で出てくるんですよ。注釈もないですよ、拝みとか女神とかね、はい、でまたこうしていくとどっちが拝みで女神か分かる。だからビジュアルって非常に大切ですね。人は見た目に心を奪われるためこういうことです、ね、こっちが拝みでこっちが女神ですよと。じゃあイザナギイザナミってどんな神様なんでしょう。またここで動画の鑑賞をしていただきます。でまた同じようにこういう視点でね、こういう視点で動画を見てくださいということで動画が始まる。そうですね、やっぱりあの日本にはね、日本のやっぱり素晴らしい伝統、逆に言うと日本でしか言えない、ね、世界で一番長く続いているのはこの日本ですから、ね、しかも一度も滅びたことないっていうことは、ね、滅びないためにはどうしたらいいんだと言えるのは我々日本人だけなんです、ね、でその考えを我々の中にあるんですけど、それが一体何なのかということを具体的に言えない。だからそれをですね、しっかりと研究して探究して、そしてそれは何なのかということを我々が学んで、そして未来に続けていくような、まあ、そういうね、まあ、組織というか、まあ、仲間をね作っていきたいなと思っております。アマテラスは知らす国だというんですね。知らすとは知らせるというんですね。つまり情報を交換し、互いに知恵を絞り、みんなで力を合わせてこの国を作る、また慈愛に満ちた国でこの国を治めるというもの。つまり民衆が主役の民衆のための国づくりをしたい、これ志です、ね、地位や名誉や権力や暴力ではないんです、志です、ね、この考えを受け継いでいるのが天皇陛下です。この天皇陛下の考えがこういうことです。これを我々は学び実践しましょう、そして多くの人にこれを伝えていきましょうってことです。はい、八百万の神カードが、一番最初にアイデアの段階からずっと経緯を見てきましたの でそれが例えば教会になってインストラクターにの制度もできるというお話を聞いて、ぜひともやらせていただきたいなと思っておりました。楽しみにしておりました。やはり日本という国の素晴らしさと、その国に生まれた私たちの伝統といいますか、この先に伝えていきたいことというのを私たちもしっかり腑に落として伝えていくという素晴らしいお仕事だなと思いましたので、それをしっかり遂行できるように勉強していきたいと思います。日本を好きになる人がたくさん増えたらいいなと思います。またその日本に生まれてきたことを幸せに誇りに思える子どもたちがたくさん増えたらいいなと思っております。そのお手伝いができれば幸せだなと思っております。子供がいたらいくつぐらいかな、会社ではどんな立場だろう、どんな仕事をしているんだろう、何でもいい、伝えてあげてください。そして B さんはそれを聞いてうなずかない、返事しない、黙って目を見て聞いていく、聞いておくだけ。あ、うなずかない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 。犬がいて、犬を飼っていて、返事したらダメよ、うなずいてもダメ。旦那さんと子供は一人暮らしで、自分がイメージしている自分に今向かってる最中のことを言っていただけたり、あと何だろう、最近自分が感じていることも、あれ最近ちょっと人見知りかなっていうところを、人見知りって言われて、あ、確かにっていうか、前はそうでもなかったけど今人見知りだなっていうところが、それが出てきてたりとか。前回長崎のセミナー講座の時に拝見させていただいて、今自分が男としてというか日本男児がちょっと弱くなっているな、それをどうやったらもっと良くなるだろうとか、この日本をよくできるだろうと思っていた時に、ちょうどこの講座を受けることができて、あ、この学びを伝えていきたいとか残していきたいと思ったので受講しました。日本の神様のことってそんなに知らなかったんですけど、でも日本の神様ってこんなに身近なっていうか、よりなんか人間的っていうか、なおかつなんか愛すべきっていうか、よく自分に近いところがあるな。でその中で自分がその一人一人の神様がどんな意味を持っているか、どんな人格なの、神格なのかとか、そういったところもなんか自分事として当てはめられるところがすごい分かりやすかったというか、でこれをどう活かせるかっていうのをちょっとワクワクしながら聞いてました。はい、個人セッションを通して僕が出会った方々にこういった形のものをお伝えしながら、やはりよりその人が自信を持って前に進んでいける、でゆくゆくは自分の子供が、あ、この日本に生まれてよかったって言ってくれるような日本にするためにも、男としてどうあるべきか、人としてどうあるべきかってことをより突き詰めていきたいと思います。神様なのに
すごく人間っぽいなっていうところをすごく思いました。で、オラクルカードの、クラウドファンディングを、応募させていただいて、それの出来上がるのがすごく楽しみで、その楽しみな日々を送る中で一日一日同時にすごくこう思いがそこへもう、強くなって完成したものを手に取った。そしてその時からもうすごく惹かれていって、自分も楽しんでいたし、でこれこの楽しかったこととか、いつも神様がこういろんな神様が常に味方になってくれてる気持ちですごく心強い日々を送れるようになったので、すごくいいなと思ったので、ぜひこの講座を受けたいと願っておりました。誰でもできるっていうおっしゃられたんですけれども、その言葉を、お話を聞いていると本当に自分もただ一人の人なんですけれどもできそうっていう気持ちがだんだん出てきて心強く思うようになりました。神話とか、古事記の深い素晴らしさとかを子どもたちに伝えられるおばあちゃんになりたいなと思います。はい、日本のこと誇りに持ってますかと。日本人らしさってね、すごいなと思いますかと言うとね、ほとんどの人が日本人ってすごいと、日本人らしさって誇りを持ってると言うんです。じゃあ聞きますが、それはあなたが作ったんですかっていうと口をこもってしまいますね。ところが昔の人たちは具体的にその日本人らしさをですね継承してきたんです。でもね、我々の代でそれを途絶えようとしてます。それをもう一度掘り起こして、今度は我々がね未来の子どもたちにバトンを渡せるような、まあ、そういう環境をねしっかりと渡す、ね、ご祖先のおかげでこうなったが、今度は我々は我々のせいでこうなったっていうような時代にならないように、次の、ね、未来の子どもたちに、ね、このバトンを渡していきたいなと。ぜひそういうバトンを渡す同志をですね募って、みんなと一緒にこの素晴らしい日本をね再興したいなと思っております。日本オラクルカード協会は古事記から日本人の良さを多くの方に知っていただきたいということで、その良さを伝えることができるインストラクターを育てていくのが目的です。その中でも大事なことは、今の状況で感謝があるものにしか訪れないということなので、今感謝の気持ちは十分されてますか？ストップ。はい、では未来と、周りとの調和を考え、自分を客観的に見ることであなたらしくいられます。自分の能力はひけらかすものではなく、こうやったらいいよね、それがそれぞれの神格で作ってるからね、全ての神様がアマテラスじゃないからメッセージが違うんですね。違うけどこうやったらうまくいくよねってことを書いてるんです。だから占うとかじゃなくてお告げなんですね。こういう視点、こういうふうにやってみたらどうですか。神格講座といいまして、神様の古事記から紐解いた神様の性格、あとはその古事記に出てくる神様の物語をまずは皆様に勉強していただこうと思ってます。でその次には神様には先ほどの神格がございますので、神格から右御霊と荒御霊というのを作りまして、でそこから紐解いてリーディングを行うというリーディング講座を設けております。でそこを皆様に伝えていっていただきまして、それが広がって将来的には社会貢献になればいいかなと思っています。目標はその多くの方々にその伝えていくということは、やはりそういうしっかり伝えられる人材を育てていくということになりますので、そこを教会でサポートしながら育てていきたいと思っています。まだまだ微力で何もまだ貢献できてない状態なんですが、少しずつ頑張っていきますので、見守っていただきたいと思います。